雨だね。雨だよ、残念ながら。どんより雨です。ねえ、まあいいよ、でも、うん、今日は帰る日だから。じゃあ長野に戻っていこうかな。うん、帰る前にさ、うん、前来た時にスーパーの鮮魚コーナーがすごかったから。すごかったよな。ちょっと調査していこうよ。ああいいね、すごかったもんね。めちゃくちゃ新鮮だったもんな。そうそうそう、新鮮なお魚がすごいいっぱい並んでたから。前ね、コスモ21かな、そうそう、行ったから教えてもらってね、うん、でこの前黒崎屋も行ったじゃん、うんうん、であとね、そうそうそう、近くのジャンプっていうところがなんかいいらしいんだ。そこちょっと見ていこうかな。長野だ、どう帰るかだよね。上越まで行って帰ってもいいし、うん、糸魚川から白馬の方から帰ってもいいし。ああ、まあどっちでもいいけどね。ね、でもあれか、行きにさ、あれだね、行きに上越の方から来たから白馬の方から帰ってみる。あ、それもいいね、うん、そうしようかな。うん、行ってみよう。うわ、県外からも来るんだね。すごかったね、鮮魚。鮮魚すごかったね。生きてたもんな。生きてたしさ、うん、ズワイガニとかが1杯1300円とかだった。甲羅に黒いのついてんので。で、ホウボウとかさ、うん、イワシが1匹28円。うん、すごくない？お母さんもすっごい袋に入れてたね。いっぱい買ってたね。あれでもお刺身用だってよ。いいよね。すごいな、あれはいいね。こんな新鮮なのが普通のスーパーで買えたら、他のとこ行ったら困るよね。ねえ、すごいな。富山はやっぱりすごい ね鮮魚、うん、帰る前にさ、うん、お醤油屋さんによってお醤油買いたいんだけど。あ、醤油屋行こうか先にね、うんうん、あのね、前来た時に甘口の、甘い美味しいやつね。そう、お醤油を買ったんだけど、うん、めちゃくちゃうまかったもんな、あれ。そう、それがもうなくなっちゃったからさ、欲しいなと思って、うん、美味しかったんだよ。昨日も三つの駅で見たけど、ちっちゃいのは売ってんだけど、大きいの欲しいじゃん。そうだね、うん、大きいのが欲しいからちょっと行ってみましょう。だからあれだね、そのお店で買った方がいいね。うんうん、うん、そこが生口海岸にあるみたいだから行ってみようか。うん、なんかあれらしいよ、甘口にも何種類もあるっぽい。俺ら普通の甘口だけど、うん、もっと甘いとかね、4種類ぐらいあるみたい。へーすごいよね、面白いね、うん、どこだどこだどこだ。あ、ここじゃない。あ、ここだここだここだ。なんだ、泉田醤油店、うん、ここだ。あった、大きいのあったよ。大きいのあったねこれを前買ったのかな。そうだね、ね、これが美味しくって、うん、で今回これを買って、あとおすすめしてもらったおつゆ、ね、つゆね、うん、つゆ初めて買う。これもなんかでも口コミにすごい美味しかったってね、あ、書いてあって、なんか5倍、これ同じなんだって、5倍濃縮らしいよ、全部このつゆは。へ、お味噌もあるんだね、白だしとか。よし、じゃあ次はお昼ご飯、うん、朝ご飯、飯と喫茶八角っていうところ。八角、うん、へえ。そこでトンテキが食べれるらしいんだ。あ、トンテキ、うん、すごいね。いいでしょ。いいね、いいね。そこ、こっからね、8キロぐらい近いんだね。近い、うん、黒部になるのかな。ここ黒部市かなかな。ああ、そうか、もうあと5分。
八角ってところまで。八角？うん、トンテキ屋さん。これがね、富山駅の商業施設にも入ってるみたいだから。あ、そうなんだ。わざわざこっちまで来なくても富山でも食べれるんだけど。へえ。どうせなら本店の方がいいし。そうだね。俺らどうせ帰り道だし。うん。楽しみだな。楽しみだよね。ちょっと三重県のトンテキとちょっと雰囲気が違ったけどね。そうだよね、三重県だよね、トンテキってなんか、ね、まあ別に三重県だけじゃないけど。違うの？うん、多分北海道にもあるの。豚丼もありそうだよね。豚のステーキはトンテキだ。あ、そうか。こんなとこにお店があるんだろうか。あ、でも八角って出てるよ。あ、ほんと。あ、八角って書くんだ。魚だね、名前が八角。あれだったら八角形なんじゃない？でもなんか違う？あれだから八角？多分絶対そうだと思う。空いてる？まだ空いてないでしょ。11時からだから。あとちょっとか。うん、あとちょっと。あった。あったね。やった。行ってみよう。うん、うん、いいね、うん、お腹減っちゃった、うん、メニューはローストリブが選べるんだって、うん、1個ずつ頼む、うん、すごい。名物トンテキ定食が1500円。ね、あ、コーヒーがさ、テイクアウト安いのに100円だ。本当だね。ソフトも200円。職場のソフト。テイクアウトなんだね、職場のソフトは。うん。すごいね。ちょっと高台だから、あれ奥、海かな、もしかしたら。八角サンドも美味しそうだな。テイクアウトなんだ。へえ。こっちがリブロース。こっちなの。うん。いただきます。うん。おいしい。うん。こっちはロースだから脂身が少ない。そうそうそう。うん。いや、すごい量だよ。ね、うん、キブも1個食べてみたら、うん、どうぞ真ん中から。じゃあこちらも、うん、いただきます。あ、違う。あ、違う。全然違う。あ、そう、うん、全然違う。じゃあ半々にしようよ。うん、ね、こっちの方があれだ、脂分がやっぱり多いから、うんうん、ちょっと柔らかい感じがする。あ、うん、おいしい。まっすぐいただきます。あ、うまいな。ソースが甘いのがいいね。おいしい。おいしいね。キャベツももりもりだし、すごい。あ、とろろ？とろろね、うん、美味しい、うん、いや、うまかったな。すごかったね。すごくなかった、ね、めちゃくちゃうまかったね。美味しかった。びっくりしたな。みんなこれそうだね。すごい。あっという間にな、満席でまだ待ってる。オープン30分で外並んでたもんな、うん、平日で、雨の平日で。すごいな。すごいよ。まあ、その価値があるぐらい美味しかったね。美味しかったね。お肉も柔らかいしさ、うん、あのタレもめちゃくちゃ美味しいじゃん、うん、キャベツ大盛りで。そう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 。でも凄まじかったね、ライス大盛りが。あの隣の人、うん、凄まじい量だったよ。漫画家っていうくらい盛られてた。多分ね、中でも多いよ。結構中でも多いけど、うん、は中はなんかこうまだ普通な感じだけど、まあまあまあね、うん、大がもう尋常じゃないくらい盛り上がってね、すごかった。ご飯が
お肉もさ、あれ200〜230g だって。あ、そうなの？1人前が結構多いじゃん。結構で、普通150とかじゃん。で、聞いたらお客さんのはもうちょっと多かったですって言って最初のだからか分かんないけど大きいのくれたみたいで、そうなんだすごい量で美味しかったですって言ったら、うん、お客さんのはもうちょっと大きいのにしちゃいましたって言ってたよラッキーだったね。そう、美味しいからペロリと食べれたけど。ペロリだった、本当にうまかった。美味しかった。で、まあ、長野に戻りつつ、うん、もう一個だけスーパー見てていい？いいよ。コスモ21の泉だかな、いすみ鮮魚店、いすみ魚津鮮魚店か、前行ったところだね。そうそうそう、すごいところ、うん、めちゃくちゃ安いからな、そこも、うん、その見に行って長野に戻ってこう。はい。なんかね、ここのいすみ魚津鮮魚店以外にも干物屋さんもすごい有名なのらしいね。あ、そうなんだ、うん、横にあったでしょ、干物屋さん。あったね、うん、そこも有名なんだ。そうそう、ゆずらし、あったあった、奥に。あ、干物屋さんここだな、高岡屋。これで300円。すごい。カレーも3枚で300円、一皿。これなんかあった？やっぱ安いな、全部。何があった？さより？うわ、さよりの刺身か、すごいな。あ、ほんとだ、美味しそうだね。すごいな。なあ。これで1キュッパだって。すごいね、やっぱり。干物はどう？塩ぶり。あ、そうそうそう。これ有名らしいよ。コスミパスタにも使います。昨日県民賞でやってたな。へー、すごいねこれ。いやー、ここもすごかったな、鮮魚が。鮮魚すごいね。すごい安いな。そしてすごい安かったね、ここ。安くて鮮度がいいよね。アジとかもう目がめちゃくちゃ綺麗だもんね。そうそうそう、すごいよ。12、3尾入って190円だったよ。すごいよね。小味じゃないんだよ、ちょっとそんな小さくないので、うん、いいなぁ。サバも安かったしね。えもう切ってあるのでも200、300円ぐらい、ね、そう、300円しなかったね。はい、入って 4切れぐらい入って、ねえ、うん、ちょっと寒いから温泉に入りに行こう。いいね。小谷の方のさ、温泉で井戸あったじゃん。あ、前入ったかったやつだ。そう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 、姫川温泉だったかな、うん、そこまで50キロだって。え、近いね。小谷までも5、60キロなのね。近い。近いよね、うん、新潟県です。戻ってきたで。帰ってきたね。うん。お、県境まで20キロだって。雨飾り。あ、雨飾りのところ。もうよく知ってる道に戻ってきたね、うん、白馬の道、翡翠のところ。そうそう。あと1キロちょっとだね、姫川温泉まで。そう、近いね。なんか何種類かあったよね、うん、ここ左か。ここ左だね。すごいな、マジ水が怖いな。雪解けたよね、これ。あと雨だと思うけど、雪解けがすごいのかな。すごい。
人で行けるみたいだけど。これさっき言ったって車通ってたよ。マジ？うん、 3.5 トン余裕か。すごいね。おお、すごいな、木だもんな。おお、あ、この上に乗るのか。違う、普通に通ってっていいんだよ、真ん中で。あ、そういうこと。おお、水もすごいしさ。おお、反対側から行ってんのか、前と。そうそう、そういうことか。ここら辺じゃない？ 3 カ所ぐらいあったよね。ここどれに入ろう。これが湧いてるところ。どっちだ、右か左か。右じゃない？右だね。そこがさ、草の湯。草の湯、うん。ここはここ。あ、ここでもいいね。これね、うん、よし、草の湯にするかな。草の湯がいいんじゃない。これ公共かな、ここはね。そうよね、うん、前空いてなかったんだよね。そうそう、すごい。今日はやってるみたい。源泉かけ流し、いいじゃない。草の湯、姫川温泉の草の湯のみ源泉が違う、違います。草の湯のみ源泉が違います。炭酸水素塩塩化物温泉、日本に数少ない。へえ、あ、700円になってんだ。いや、気持ちよかったな。気持ちよかったね。すごかったね。温泉の周りがすごかったね。すごい、なんか温泉成分が、うん、固まって、ね、固まってたし、湯量がすごくなかった。ジャー出てたね。ジャーがもう水道のレベルじゃなかったよね。そうそう、消火栓レベルで出てたね。そうそうそうびっくりして。すごかったね。これより出てたかな。こんな感じで出てた。すごかった。すごかった。そして結構厚めのお湯でさ、厚めだったね、うん、で結構、あ、いいかもね。なんか不思議な温泉だった。ツルツルでもないし、うん、スベスベでもなくて、うん、例えるならベトベトしてるんだけど、手がね。だけど別に出たらベトベトしないんだけど、うん、で匂い嗅いだらちょっと鉄臭いの、鉄臭いのに、うん、鉄っぽくない、鉄っぽく色はなってないので、あの飲めるとこがあったから飲んでみたんだけど、うん、そしたらちょっと微妙にしょっぱいの。でも海水みたいな感じではない。うん、すごい良かった。良かったね、うん。ちょっと700円で高いけど、そう、うん、いいよね。で露天はないんだけど、外で椅子と寝転がれるとこもあるから、うん、それで気持ちいい。よし、では白馬の方に向かいます。はい、明るくなってきた。本当だね。小谷村。雨が止んだ。おお、青空出てるもん。本当だ。おお。もう雪はないな。ないね。おお。こんな雪深いところなのにね。まだ3月二十何日だからな。スキー場やってるはずなんだけどな。やってんのかな。雪あるかな、まだ。雨いっぱい降っちゃったからな。二人の道の駅じゃない。いい通過で。いいよ、うん。ここも温泉があるんだよね。ああ、そう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 。三山の湯だったっけ。地面が乾いた。乾いたね。降ってないんだ。白馬まで15キロぐらいのところ。あ、じゃあ白馬の方は曇ってるだけで降ってなかったから、雪、ね、はあるかも。白馬の雪があまりにもないから、ちょっと見てっていい？面白い。こんなに暖かかったらね。やばいじゃんこれ。え、だって白馬八方って5月までやってたよね。ゴールデンウィークまで。今年は無理じゃない。なあ。
ないじゃん、雪が。あれそうだもんね、ジャンプ台も見えてるもんね。全然ない。え、だってこのままスキー場やってるね、人いるの。無理だろう。でもいるよ、上の方に。え、白馬で滑ったのいつだったっけ。2週間ぐらい前だよね。あら、下の方はもうダメだ、何もない。こんななるんだ。いやいる人、本当にいるよ、やってるよ。そう、こんな無理じゃん。前前はね、違う、もっと奥の方の上の方にはいる。八方の交差点。おー、どんな感じだろう。さあ、八方の中だよ。あ、お客さん、スキーの人って感じだよね。うん、これ八方のあれか、バスターミナルか。ここもゴンドラのところだ。ここから乗ったことないよね。ないね、アダム。やっぱないじゃん。雪ないね。だからゴンドラで 乗って帰ってくるんだ。じゃあそういうことだな。うん、ゴンドラ動いてるからね。どうやったら白馬の向こうに出れんだろう。ね、うん、お、スキー場出てきた。あ、ここは降りてこれんじゃない。あ、ここは降りてこられそうじゃない。だよね。ここは、ここは無理だな。うん、あ、もうゴンドラ止まってるもん。あ、リフト。ここは降りてこれんのかな。ここリフト動いてる。よしね、白馬も。白馬もこっからどんなもん、1ヶ月、2ヶ月ぐらいはちょっと退屈だよね。そうだね。雪がなくなって、うん、あのグリーンシーズンになる前の。うん、よし、じゃあ白馬を後にして、アイスクリーム食べたいからさ、うん、あそこ行こうかな。マウントデサートアイスクリーム。あ、いいじゃない。うん、さあ、もうすぐ。安曇野だよ。マウントデザートアイランドアイスクリーム。そうそう。どこだ。ここ？ここだ。ここか。もう一個。おお、結構混んでる。結構混んでる。イエーイ、やってます。パンプキンとタイティとシャーベット、ソルベ、シトラスソルベ。いただきます。おい、美味しそう。これソルベ。うまいに決まってるでしょ。美味しい。すごい、シトラス。あ、すごいね。うわ、シトラス感すごい、美味しい。うん、すごい。タイティ一番下だよ。うん、違うよ。あ、そうか。あ、タイティーも美味しい。うまい。うん、すごい。あんまさてやるとさ、やばいよね。うん、一番下はパンプキンスパイス、スパイシーパンプキン、パンプキンスパイス。あー、うまっ。あ、全部美味しい。やっぱさすがだね、変わり種が多いね。温泉にも入ったり。温泉良かったし、うん、トンテキも美味しかったし、あとスーパーの海鮮屋さん見て、すごかったな。
うん、楽しかったし、うちうちうん。